今、トゥーソンの、えー、学会の会長のホテルにいますが、えー、このプレスト、プレストというですね、ホテルで買った、ホテルの,あのお店で買ったドリンク、これ前にもね、飲んだんですけど、別のフレーバー、えー、今度試してみようと思ってます、えー、スイーツシトラス。実はこれ、あの、冷蔵庫に入れておいて、今朝ですね、トレイルラン行った後に飲もうと思ったんですけど、冷蔵庫が強烈すぎてて、凍りすぎてて、 今、あの、室温に置いといて、やっと2時間ぐらい経って溶け始めたところでございます。ということで、スイートストラス、えー、コードスプレスジュース、えー、アップル、パイナップル、レモン、ミント。アップル、パイナップル、レモン。そして、ミント。カロリー180カロリーでございますね。はい、えっ、ー、と、飲んでみましょう。で、ミントが入ってると、あのー、もう一つのやつもそうだったんですけど、ちょっと大人の味っていうか、うわっ。 うんおおあー面白いアップルパイナップルまあこれは分かりますよねレレモンこれねあのほんに、えー、なんか夜とかにお酒飲まなくてノンアルコールでちょっと素敵な時間を想像っていう時に ほんとぴったりのドリンクですねでこのミントミントが絶妙で飲み終わった後にちょっと下の方にですねミントのアフターテイストがパッとくるんですねなるほどよく考えているようなプレスこれなんかその大人の味のなんかドリンクってのはもうちょっとなんか日本でもあってもいいかもしれませんねえー、すごく楽しい 飲み物ですこれあのー、いいなと思いましたあのー、こういうドリンク日本でもね、えー、ちょっと高めでねえー、と僕前のやつ飲んだ後に誰かネットで調べて8ドル8ドルすんのこれ <laughs> それ高いね1200円んもうちょっとと今円安になっちゃうからうん1200円か高いなまあだけどそれだけ価値のあるドリンクかなと思いますということでプレスえー、アップルパイナップルレモンミントの ということでこういう類なんですねしかもね、えー、とても美味しくんいただきましたちょっとジャリャリっとなんかあの <laughs> 氷がまだ残ってて冷蔵庫はきれすぎてそれもまた一つの味になってますということで氷やらぼうプラストスイ、えートストラススイートシトラスシトラス,スイートシトラスでございました